FEC チューンド 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 FEC チューンドうんちおんちなかちラジオ略してチチチラジオ今週も 始まってしまいましたちちちラジオパーツナリティの上地でも下文でもない中地ですよろしくお願いします、えー、なんとですね私中地、えー、このように生を授かって25年です25年間、えー、一度も経験してこなかったですね逆ナンパに 会いまましたたありがとう生まれてきてきかっいやどこ行くのバイバイどこ行くのムカつくからバイバイじゃなくてくバイバイまさかまさかのですねえー、逆ナンパに会いましたいやーまさかね声かけられるとは思いもしませんでしたえー、国際通りですね 歩いてたらですね夜あの急に声かけられまして、えー、もうナンパだったんですよ、えー、嬉しいですよねやっぱりねこうしてその、ま、性の対象として、えー、見ていただいてでわざわざ声までかけていただくっていうことでね本当にまあ,あの嬉しい限りなんですけどもまあ一回 こうネックなことを言えば、えー、相手が、えー、おじさんだった、えー、おじさんにナンパされたというところがネックだったんですよねそれが完璧だったんですけどねびっくりしましたまさかまさか、えーまあ、ちょっとねツイッターにも、ね、あの書いたんですよこちらに関しましては。 サイーのゴーさん、おっさんだっけそうそうそう、そうなんですよ、おっさんに、えー、<laughs> 声かけられまして、ディティールをね、細かく説明すると、えー、まあちょっと、身内のお話で申し訳ないですけど、ゴリラコーポレーションっていう、僕の先輩がいましてで、そのゴリラコーポレーションの、ユースケさんに激似、ユースケさんをもっと真っ白くして、もっと若くしたユースケさん。 で、ああいうディティールのイメージ。見た目。見た目はそういう方でしたね。で、ちょっと細かいね、その状況をね、説明すると、えー、まあ、夜夜ぐらいかな、夜11時前ぐらいに国際通り一人で歩いてたんですよ。で、僕基本歩いてるときはイヤホンをね、あの、つけて歩いてるんですよ。で、イヤホンをつけて歩いてたら、やっぱりね、あの、国際通りキャッチ、声かけてくる人が多いので、まあ、お店のね、 あのどうですかみたいなそれがちょっと僕苦手なのでもう,もう僕はイヤホンをしていますとなのでもうあまり声かけないでくださいみたいな雰囲気で歩くんですねまあ、実際音楽も聴いてるんですけどもでいつものようにね、えー、音楽を聴きながら歩いてたらですねもうちょうど国際通りのマック 国際通り真ん中にマックあるじゃないですかあそこの目の前バス停もあるんですけどそこを通り過ぎようとしたらまあ音楽聴いてるんで声は聞こえないんですけど、えー、先ほどねご紹介に預かりましたゴリラコーポレーションユうスケちょっとややこしいんでもうあの今日のラジオであの僕をナンパしてきた、えー、おじさんは、えー、ユうスケさんと。 仮の名前ですけども、ゆうすけさんというあの歌唱で呼ばさせていただきます。ゆうすけさんがですね、あ,のあ、すいません、みたいな。まあもう人生聞こえないんですけど、すいません、みたいな声をかけてきてですね。で、えーまあ、国際通り歩いてたら、だから先ほども言ったんですけども、まあ、お店のキャッチだったりだとか声かけがあるんですけども、あからさまにそういう雰囲気じゃないんですよ。寝巻きのゆうすけさん。ほんぼヤーカラチアパジャマみたいな。 まあ、ルーズな格好のユうスケさんがあすいませんって僕の進路に立ちはだかってきましてでなんかうーんまあ怖いっちゃ怖いじゃないですか怖いっちゃ怖いんであのすぐにあの、まあ、立ち去ろうと思ったんですけど一応、まあ、イヤホンを取ってなどどどう、う、何ですかって聞いたら今 お時間空いてますか?」って聞かれてで「あーなんか怪しいやつかな」と思ってうんちょっとこういうのは怖いし突っ込むのはやめた方がいいかなと思ってあ「すいませんちょっと今急いでます」って言ったらユうスケさんも「あじゃあ大丈夫ですごめんなさい失礼しました」っていうふうにすぐ弾いてくれたんですよで、えー、すぐあのイヤホンをつけ直して1歩2歩3歩とね えーまあ、事務所の方向に、あさとの方にあるんですけど、事務所の方向に歩いて、4歩目ぐらいで、待てよ、時間ちょっといいですかだけで、この人は怪しい人かもしれないって決めつけるのは、ゆうすけさんに対しても失礼だし、であと、やっぱりちょっと芸人という差があって、もしかしたらなんか面白い話題ができるかもしれないなと思って。 いろいろ鑑みて、ここで、すいません、時間ないですで、別れるのは惜しいと思いまして、そこからきれいな U ターンをーかましまして、さっきのユうスケさん、心なしかちょっとしょんぼりしてるように見えました、ユうスケさんに、あすいません、ちょっと時間、急いではいるんですけど、ご用件はって聞いてみたんですね、ユうスケさんに。うすけさんがもうパッと、ね 顔を、ちょっと、頬をあからめながら、笑顔満開で、まあ、マスクつけてるんで、実際はわからないですけど、マスクの下で、おそらく笑顔のような、あの、雰囲気になって、あの、実は、ちょっと、え、お願いがありまして、今ですね、5000円で、ちょっと、フェラさせていただける男性を探してまして、なんでもこいつっと思って。 <laughs> <laughs> ええー、<laughs> と思って5000円でフェラーをさせていただく男性を探してまして <laughs> させるか <laughs> ちょっとょ興味あるって言った語弊ありますけど面白いからちょっとついていきたい気持ちはあるけどさすがに怖いから断りましたけどっていうねお誘いをされたんですよ <laughs> 味覚ゼロさんさせるだろう普通させるか させるかさすがにね、ちょっと怖かったな結構びっくりしたなもう、もうだって、もうちょっと、ちょっとなんかもじもじしながら、ユうスケさんが頬をあからめながら、すみません、5000円でフェラーってどうですかって、<laughs> 怖くない普通に。 アスカちゃん、私も今度国際通りで中地さん、三輔さんナンパしに行きます。アスカちゃん、国際通りですれ違ったら、すいません、中地さん、5000円でフェラさせてくれませんかって言ってくれるの全然アスカちゃんだったらいいけど。ユースケさんは嫌っていう話よ。えー、達也さん、逆についていけばよかったのではこれがね、達也さんにちょっと話したかった。それこそ、ちょっと別件で達也さんに会う予定があったんですよね。 で、達也さんに、ちょっと会いに行って、ちょっと仕事の打ち合わせをしてきたんですよ。その帰りに俺、フェラナンパされましたからね。フェラナンパって何なんだわ <laughs> あ、こんなのもあるんだと思って。しかもね、その、わかんない。別に、その、男性が男性にフェラをするに関しては、別に何とも思わないんですけど、その、 したいが、あの、したいんだと思って。してくれませんかはわかるけど。な、なんだろうそれはもう、性癖の問題その、僕がね、ももしね、女性にそういうジャンルのナンパをするナンパの中でももう、そういう、そういう目的でナンパをするんだったらね、ドストレートなね。それ、ちょっとす、あのー、スケベなナンパをするんだったら、 お、なんていうのあの、女性に対して、すいません、ちょっともう今、もうどうしたも我慢できないんで、ちょっとフェラさし、フェラしてくれませんかって、普通声かけると思うんですよ。ねあも、もちろんおかしい、おかしい、やばいこと言ってるのは前提でね。<laughs> フェラ、してくれませんかだったらわかる。フェラ、させてくれませんかって、どういうことだ思って。<laughs> その、舐めることによって、その、 何が満たされるのっていうね。それがなんかちょっと、あの、知らない世界だな、っていう。もちろん、僕の性の対象は女性ですけど、あの、もしね、そういうドストレートなね、あの、ナンパするんだったら、その、ユうスケさん方式で言うんだったら、すいません、ちょっと、君にさせてくれませんかって言ってるのと一緒ってことですよね。 性の対象が僕は女性なので、君にさせてくれませんかウスケさんは性の対象が男性なので、フらさせてくれませんかうう性別は違えど、そのナンパのジャンルで、ジャンルというか方向性で言えば、俺がするんだったら、君にさせてくれませんかっていう、ことですよね。君にだけのナンパするその、もうさ、 そんな生々しいピンポイントなお願いするぐらいだったらもうなんて言うんだろうひっくるめてエッチしませんかでいいんじゃないかなと思うんですけどえーユうスケさん聞いていますかね <laughs> 改めて説明しますとゆうすととうさんっていののはちょっと仮の名前ですね僕をナンパした、えー、おじさんがゴリラコーポレーション、ユうスケさんに似ていたということでこのラジオではちょっとユうスケさんと、えー、統一して呼ばさせていただいてます。ユうスケさん、エッチさせてくれませんかってあのナンパした方があが効率いいような気するけどな、うん、フェラさせてくれませんかピンポイントすぎるしうーんびっくりしましたね。 あまあだからそのフェラーさせてくれませんかって言った時はあすいませんちょっと僕そういう系ではないのでっていうふうにちょっと丁重にお断りして帰りましたけどもねこれがねもし仮に OK だったら OK してたらねどうなってたんだろうねこれだ仮に俺が OK して あのー、まあ、このラジオでね、いやー、ナンパされたんですよ。国際通りで歩いてたら、え声かけられまして、問題が一つあって、おじさんだったんですよね。うん。で、そのおじさんにね、ピンポイントナンパされたんですよ。5000円でフェラさせてください。うん。びっくりするじゃないですか。えー、ただね、あの、面白いと思って、あのー、いいですよって言って、僕、この間、おじさん、かっこ、ゆうすけさんにフェラさせて、フェラしてもらいました。 笑えるこれ <laughs> 怖くない ?1 つのエピソードトークとして。<laughs> こすぎんこれ聞いてみんな、「WWW」ってコメント送れる <laughs> 大丈夫ながし、そんなのはかない方がいいよってならない <laughs> どうなんだろう。えー、どうなってた ?5000 円儲かってたさ。それはでかいんだよな、<laughs> 正直。 五千円なぁ。ちんぽこしゃぶられるぐらいで五千円でしょまあ、その、まあ、どの道で、法律的にちょっとよろしくないですよね。うん。そ、その間に自由恋愛ではなくて、お金が挟まっちゃうと、やっぱりね、 えー、法律的には NG なので、もうもはや、本当に飲み会で話すことしかできない話っていう。でもね、芸人の飲み会だったら、この話はもう絶対受けますね。我々バグってるので。 いや、先輩聞いてくださいよ。この間僕ナンパされたんですよ。でも、じ、そのナンパしていただいたのが、あの、女性じゃなくて、おじさんだったんですよ。でもっと言うと、そのおじさん、あの、あっちでビール飲んでるゴリラコーポレーション、ゆうすけさんに激似だったんですよ。おい中地何言ってるで、ゆうすけさんに何言われるのかなと思ったら、フェラさせてくれませんかって言われて、僕びっくりしたんですけど、フェラしていただきましたドカーンですね、これはもう。飲み会だった。 だ、高地、うん、再現してみよう、だ、抜けってゆうすけさん言ってくれそうなイメージもありますけどね、えー、まあちょっと夜の国際通りは怖いなっていうのと同時に、まあ改めてちょっとナンパをねされる女性の気持ちがちょっとだけわかったというか、全然ジャンルは違うような気がしますけど。 まあ、ノリで国際通りでね、あの女性の方に声をかけたことも何,何度かありますけど、普通にね、見ず知らずの人に急に声かけられるって、普通に怖いわ。めちゃくちゃ怖いな。思ったけど。えー、味覚ゼロさん、www.5000 円ゲット .com。やかましいわ。やかましいわ。なんだその、なんか、え、エロそうで、エロくないサイト名みたいなのは。 あ達也さんも笑ってますけど、うん、なかなかよフェラさせてくださいとユうスケさんに言われるのまあまあ怖かったわあでまあそんなねまあ初対面の人に急に声かけられるっていうのは、まあ、あんまりよろしいものでもないし、まあ、実際体験してみてそんなにいい気持ちでは なかった味覚ゼロさん、これ1万なら受けてたよね、1万だったら受けた上で、ここでもう一切話してなかったかもしれないですね、可能性はありますね、うん、フェラしてくれませんかだったらちょっとあれですけど、フェラさせてくれませんかだって、もう目つぶってタまご吸っとけば大丈夫っしょ、でも、何をもってその人の。 そのフェラしたい欲が満たされるかによって、その時間が変動してくるじゃないですか。例えば、もう自分のテクニックを使って、その男性を、そのフィニッシュまで導くことが、そのユースケさんにとっての性の喜びなのかもしれないし、もう単純にただ、もう舐めてるだけでもう自分の中での欲は満たされるっていうだけかもしれない。前者だった場合、これ永遠に終わらないっていう可能性があるじゃないですか。 永遠に。え、ビ男さん、ユースケとフェラー嫌だ。嫌だよだいぶ嫌だよ達也さん、わさび具志堅、坊主堅、モもモもモト、シキーボックス。誰がいい最悪な、最悪な風俗だな、ここわさび具けん、坊主堅、モコモコ。チェンジ、チェンジ、チェンジチェンジよお店ごとチェンジよ何このお店全員嫌だわ超嫌 もう、想像するだけで気分悪くなるから、なんでなんか、FEC って、小汚な小太りおじさんが多いの <laughs> <laughs> なんでぐしけんさん、けんさんは、あ、まあ、堅さんとギボックスさんに関しては、ま、はあ、えー、小切れですけど、もとしさん、ぐしけんさんはもう、うん、小汚い通り越して、あの、 まあちょっと語弊を生むような言葉かもしれないですけどたまにヘドロみたいな状態で事務所にいますからねうーんユウスケがユウスケに勧誘してるの見たいどんな AV よどういう AV 見てるの味覚ゼロさんそういう趣味思考に発射だめよこじらしちゃうから なんか犯罪事とかに発展しちゃう恐れがあるから、そういうのは見ないで、絶対。えー、今なら取れます、w w 5 0 0 0ゲ g e t c o m でで何を取ろうとしてるんですか、ペーターさんは。やめてください。もう、もう、どちらかといえば忘れたい過去なので、やめてください、もう、この FEC 風俗のお話は。うん、もう、そういう展開もね、ないですから。 まああのー、何が言いたいかというと、あのーまあ、初対面の人に急に声かけられるのは怖いと、えー、僕はね、あのー、悟ったんですよ。ただ、えー、最近ですね「きんごぼう」の森光さんがインスタグラムで、えー、やっている、えー、配信というか,なんか,なんか自主コンテンツみたいなのを作って。 作ってるっていうか、第一回、定期的にやりたいと本人は言ってたんですけど、とりあえず第一回だけ、えー、やったのがですね、急にですね、国際通りで、見ず知らずの人に、声をかけて、<laughs> すいません、僕芸人ですと。なんか、人生であった面白い話とか、そういうちょっと興味深い話聞かせてくれませんかと。 声をかけて、その聞いた話をインスタグラムのライブ配信で話すっていうね、あの、ほぼ不審者みたいなことをやってまして。<laughs> 森口さんやめて急に話しかけられる人の怖さ分かった俺森口さんやめた方がいいよ、このご時世。ちょっと昔の人と人との距離感がまだね、えー、ちょっと近い感じだったらいいですけど、今の時代にはそぐわないわ。急に声かけるっていう、あの、行為は。 で、やめた方がいいと思ったんだけど、一回目はだいぶ盛り上がったみたいで、めちゃくちゃ面白い話聞けたみたいで、で、なんか、その声かけた人が、たまたまなんか、めちゃくちゃドエらい社長で、ご飯連れてってもらって、で、もう沖縄からもうどっか行っちゃうっていうことで、最後に森光さん家にめちゃくちゃ上等なあの、お魚をあげたらしいですね。ははははは。 え光、ー、さん、森光は鬼人だからな、あの人はね、あの人はすごいですよ、本当に森光さんは。うん、鬼人かつ作詞ですよ。作を練れる鬼人ですから、一番強いと思います、森光さんが。森光さんがダントツでやっぱり一番ね、策略家ですね。 ああ味覚ゼロさん、お魚。何の種類のお魚かはもしかしたら今週金曜日のキンキンピラピラお星様ラジオで言うかもしれないので、ちょっとここだけ濁しておきますね。ここだけ濁しても意味ねえかあの、マグロを送ってもらったそうですははははははは。<laughs> <laughs> ああ、すごくないたまたま声かけた人が、マグロを輸入輸出する企業の社長さんで、仲良くなってご飯食べに行って、沖縄帰る前に、ま、どでかいマグロをもらったらしいです。さて、こさん普通だったけど猫被っていたのか、猫被ってないですよ。そのキャラクターはあれなんですけど、まあ、ああいう奇人めいた行動もするんですけど、その裏では、ちゃんと策略を練って、こうしたら、 いろいろ仕事につながるかもしれないなとか、これやったら面白いし、お金もかからないかもしれないなとか、結構何でもちゃんと考えて、ちゃんと実行するっていうね。意外とタイガさんと森美さんって、なんか、種族は一緒な気がしますけど、だいぶ正反対な気がしますね。あー今日のトークライブで見たけど、めちゃくちゃ大きかった。<laughs> 持ってってたんだ。マグロ。見たかったなー。 あーまあ、そんなね、えー、僕の大好きな貴人森光さんと、その大河さん、きんぴらごぼうのお二人は、まあ、この一年間は、えー、毎年、あ、毎月、えー、自分たちのイベントを打つという企画をやってまして、で、一番最後の月には、えー、那覇市文化展物館4階の、えー、展物ホールで、えー、大単独ライブをするということで、 それに向けて毎月ね、えー、まあライブはライブなんですけど、まあ、トークライブだったり、あとビーチバーベキューだったり、夏休みの工作を一緒に作るイベントだったり、それも本当にね、あのー、多様なイベントを打ってまして、で今日もね、あのトークライブがあったんですよね、なっちゃんさんはあの行かれたんですかね、えー、写真でその送られたマグロの方を見たということで。 で、えー、その今日ですね、あの、そのトークライブの方でも発表させていただいたんですけども、12月の、えぇ、ー、ピライブ、ま、第9弾になりますね。えー、12、ま、3月が大単独ライブなんですけど、その第9弾、9回目の金畿ライブの内容がですね、24時間、 大喜利ライブということで、行かれたライブをすることが決定しまして、で、こちらのライブにですね、なんと私、中地も、えー、ご一緒に出演させていただくこととなりました。行か <laughs> れてるって、24時間ライブするって、もうちゃんとその、 その、まあ、良きところでもあり、悪きところでもある FEC イズムをだいぶ感じるライブですね。えー、12月のですね、23日、金曜日、夜の10時から、 次の日24日クリスマスイブの10時までの24時間ぶっ続けでライブします。配信とかではなく、ちゃんと会場を抑えてのライブとなっております。こちらは場所がですね、壺屋や演劇場重ね。えー、まぁ、つやにあります演劇場の方なんですけども。 えーまあ、ここ最近ぐらいからかな。あのー、ちょくちょく活用している、あの、箱なんですけども。なんて言えばいいんだろうなぁ。つぼやの、マックすぎて、ちょっとしたら左に入ったら、左側にあります。えー、つぼや演劇場重ねで、ぜひ調べてください。23日の10時から24日10時までで24時間重ねでライブを行います。 でこちらがですね、えー、もう投資券のみの販売となってますねもう出入り自由で2000円ポッキリだ2000円いただければもう 来て出て、来て出てを繰り返しても大丈夫っていう、あのー、ことですね、はいえー。夜、朝、昼、夜ごは <laughs> 何がいい持っていくかもしれない。もっと行かない。ゃ。そうだよ。なっちゃんさんに言われて思ったんですけど僕らはその24時間ライブしている間の,その、まあ、意は抜いといて <laughs> あの食、食はどうすればいいんでしょうね。食と睡眠。 うん。とか、トイレとか。<laughs> どうなんのまあ、あなんかいろいろ僕もちょっとあの、演出というか内容の構成には、きんぴらごぼうさんとちょっと密にあの、やりとりをしてまして、まあ、結構細かいスケジューリングを組んで、この時間はま、あ普通の大喜利、この時間はま、あなんか、えぇ、ー、まあ、絵を描いて大喜利、歌を歌う、まあ、歌詞をアドリブで入れるような大喜利だったりとか、大喜利の幅もそうですけども、ゲストもね、結構幅広くあの、呼び なんか呼びたいなと思っておりますこれはもうあの芸人問わずですねはいえー、なんか呼びたいなと思ってましてで達也さん僕は24時間料理作り続けますなんでみんなであの苦しい思いをしないといけないんですかクリスマスイブに <laughs> それはそれで なんだろうな ?24 時間後、24日の夜10時、めちゃくちゃ仲が悪くなってるか、めちゃくちゃ仲良くなってるかの、なんか、その、二択のような気がしますね。サイダーサー、僕は24時間ラジオでいいかと。ああ、まあ、置きとくのであればぜひ、えー、延長コインをあと1枚投げていただければ、スムーズに。 えー、後半戦もね、開始できますので、あと1コイン投げていただければ、えー、助かります。で、まだね、まだ決定ではないんですけど、こちらのライブですね、うまくいけば、配信でもライブしようと思ってます。 なので、県外勢の皆様、そして、そもそも、あの、ね、ちょっと遠い遠方の方々、ちょっと行くの大変だよという方は、えー、配信チケットを買っていただいて、えー、 面白いかはわからないですけど、多分なんか、わけのわからん時間帯の僕たちをぜひ見てほしいですね。まあ10時スタートですから、まず最初の疑問は、まあ8時間ぐらい多分全然テンション高めにできてると思うんですよ。そんなことないな。8時間もライブってとんでもないからな。わ分かんないけど、朝6時、7時ぐらいまでは多分、多分どうにかテンションでいけてるような気がするんですよね。なので、 24日土曜日の午前中、10時あたりぐらいから雲行きが怪しくなるんじゃないかなと僕は踏んでますね。で、そこからだん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 3時とか4時とかになってくると、もう一番ちょっともうテンションがし、もうテンションと、まあ、心身ともにも、一番最悪、もうなんか。 殴り合いをしている可能性もあるという時間。で、だいたい6時、夕方6時ぐらい、24時6時ぐらいになってくると、ちょっと終わりが見え始めてきたぞ。もうちょい頑張れば終わるんじゃないっていうテンションになってきて、そこからまたどうにかなるんじゃないかなっていう感じですけどね。味覚ゼロさん、誰、誰が100キロ走るわけ ?27 時間テレビみたいになってるから。24時間テレビか。ちょっとどっちか忘れちゃいましたけど。うん あ、でも、あの、あれ、いいっすね。まあ、24日で夜10時に終わるので、あ、ザードの負けないでもいいですけど、みんなで、サライ歌いますか。<笑>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 ちょっと、感動を生むのか、どうなんでしょうか。 まあなんかね、えー、沖縄のエンタメでも、その大喜利っていうのがちょっと定着しつつありつつというか、まあそれはその別のあのメタリカさんっていうね、コンビがいろいろ毎週大喜利のあのイベントを打ったり、天スで大きくイベントを打ったりだとか、そういうので、あやかってではないんですけど、結構前々から24時、あのー、結構ね、今年の頭、2月3月ぐらいの金ピライブをもう、 1>, あの1年間やるって決めた段階で24時間大喜利配信ライブ大喜利ライブはするってあの決めてたんですよねちょっと日付はまだ決まってないけどっていうのもあってなんか大喜利がちょっと来てるのでそれにあやかれてたくさんお客さん来てくれたらすごい嬉しいなと思いますけどねえーどうなるんでしょうねなんか話してるのはなんかあのまあお客さんにもうちゃあの大喜利の。 あのお題とかもう書いていただいたりだとかあとは受けの量で、えー、仮眠の取れる時間が決まったりだとかだからそういうのとかもう本当に24時間ぶっ続けで楽しめるんじゃないかなと思ってますのでえー、なっちゃんさんは是非。 片なっちゃんさん、ビさん、達也さんが、えー、今のところ、えー、24時間いていただけるという、えー、ことというふうに僕は解釈しておりますので <laughs> あーどうなるんでしょうね楽しみっちゃ楽しみだけどどうなるんだろうちょっとねフラ,フライヤーってきんぴらさんまだ告知してないですよね。 うん、早くまずきんぴらさんから、ね、告知していただきたいんですけどまだ発表して、なんか若干悪意があるというかなんか不思議なフライヤーなんですよね。まあ、まああちょっとこちらのフライヤーもねおいおいあの発表させていただきますので、えー、ぜひ23、24日、もう空いてる時で来れるようなライブになってますので、えー、ぜひ遊びに来てください。よろししくお願いしますでー えー <coughs> えー、ヘビーさん、火なら24時間笑える自信がある。朝6時の日はイライラするでしょ、絶対。絶対イライラするよあ。絶対面白くないですよ。24時間やって面白いコンテンツって多分ないと思うんですよね。人間ってやっぱ笑うのにも体力が必要なので、演者もお客さんも疲れてたら、あの、 おもし俯瞰で見たら面白くても、やっぱり、うん、笑えないっていう空気になるんじゃないかな。ちょっとまあガチレスになっちゃいますけどね。まあ、その辺も、まあ、なんて言うんだろうな。ちょっと研究も兼ねて、えー、やりたいなということになってますね。えー、こちらも楽しみですね。えーまあ、今週もね、ナ、えー、ンパ以外にも、あのー、いろいろありまして、サ、えー、った土曜日。 11月19日は僕たちの定期公演 FEC お笑い劇場もありましてこちらもねえたくさんのえお客様にご来場いただきまして本当にありがとうございましたえまあ毎月毎月ね僕はあの裏方でもあの最近最近というか今年から携わってますのでえすごい達成感がね強くてあの毎月楽しいんですけどね達成感だけじゃなくてねちゃんとねえお笑い劇場っていうのは あのランキング形式のバトルライブになってますので結果もね残さないとなーなんて思ってるんですけども、えー、これまた結果がねあの全然ついてこなくてですねうーんどうしたもんかねという感じなんですけど、まあ、もっと頑張れっていうだけの,あの単純なお話ではあるんですけどもね VC お笑い劇場は4分のコーナー3分のコーナー2分のコーナーでそれぞれでランキングを出してまして毎月その回の 芸人と上位の芸人が入れ替わり制となっておりますで、僕は今2分のコーナー におりまして2分のコーナー、今回7組の芸人がネタを披露しました、上位2組が上に上がれるという、あのー、ことなんですけども、今回僕はですね、えー、4位というね、えー、なんかあのちょうど真ん中、うん、もっと言えば真ん中より下、鳴、えー、かず飛ばずというね、あのー、結果でしたけどもね、あーいやー頑張らないといけないですよ。えー、そんな中ねあの同期だったり一一緒緒にによくご一緒にライブ すきんぴらごぼうさんとかデコボコトラベリング今回ちゃんとちゃんとね一位タイで文句なしの三分のコーナーに進出してましたすごいですよえ泣かずでも飛ばずでもない中地本当にね泣きもしない飛びもしないギリ息をしているえ中地でやらさせていただいてますけどもねえ本当にねちゃんとねデコボコたちと一緒にね本当にう まあマストで3分のコーナーぐらいまで、ねえー、行かないといけないんですけどね、中地は飛ばす、次,次は飛ばなきゃ、本当にね大きく羽ばたかないといけないですよ、意外とねあの飛べるんじゃないかなと思ったらねあの助走だけで終わったっていうね、<laughs> そ,のそのまま壁に激突して、ドーンっていうね。うん まあまあ、でも、うん、味覚ゼロさん実際2分ネタするのむずくない。む、むずいっちゃむずいですけど、まあ、最初がフォーマットが決まってるわけで、同じ条件下の中で、えー、やっぱり芸人と戦うわけですから。でも確かにね、えー、僕のうん、まあ確かにって言ったらダメか。むずいっちゃむずいですけど、で、面白い人って別に、そ尺とか関係なく面白いですからね。 10秒でも面白いし、1分でも2分でも3分でも4分でも1時間でも、えー、24時間でも面白い。ってなったら俺2分でも面白くないのに24時間ライブして大丈夫かこれ <laughs> 急にネガティブになってきた。大丈夫か 2>, ?2 分で泣かず飛ばずで俺24時間泣かず飛ばず息をせずってならない死なない大丈夫かな 不安になってきたわ。えー、まあ、それはそれで頑張りますけどもね。あー、まあまあ、どうにかね、来月、来月はね、でただね、来月は、えー、クリスマスのライブになってまして、当日。そうお気づきですかあ、もうちょい説明します、ね。 来月はですね、第土曜、毎月第3土曜日にやってるんですけども、ちょっとスケジュールが合わずに、第4日曜日、12月25日、クリスマス当日にライブをやることになりまして、で、まあ、日曜日、あとクリスマスっていうイベントも重なってますので、 えー、いつもは6時開演なんですけども今回三3時開演となっておりますで、まあ、クリスマスらしくパーッとなんかパーティー的な演出にしようかなと思って,思ってましてパーティーの中で、ね、なんかランキングで競い合うのもなっていうことでもうのみのみとネタができるような、えー、ただネタを披露してちょっともうみんなでクリスマスパーティーなんかビンゴ大会だったり、えー、いろいろプレゼントがあったりお菓子かつかみ取りがあったりっていうようなライブになっておりますが、えー、お気づきでしょうか えー、先ほどご案内しました金ピライブ第9弾。 24時間大喜利ライブがですね、23日から24日の夜10時にかけて24時間ライブをした翌日に FEC お笑い劇場があるというね、カスみたいなスケジュールですね。年末4月にありがたいカススケジュールですよ。忙しければ忙しいほどね、僕らはありがたいっていうことになりますから。あとはいえね、これ、その、大丈夫なのかっていう、あの、 心配事ももありますけどもね、まあ、10時に終わって、まあ、いろいろばらして12時ぐらいに寝れれば朝までぐっすり寝て、えー、どうにか大丈夫じゃないかなっていう大丈夫か全然余裕か<け>ああ大丈夫全然大丈夫ですね、えー、ペーターさん泣かず飛ばずフェラネタへと戻る戻るか二度と戻るかあのネタへうでゴリラさんにはまだ言ってないのでゴリラユウスケさんには言ってないので、えー、早く言いたいなと思ってますけどね えー、まあ24時間ライブからのクリスマス FEC お笑い劇場ライブっていうことで、えー、まあ、楽しみなね、あの12月が控えておりますけども、えー、それよりもですね、えー、今週はですね、えー、お帰国祭。 沖国祭が今週土曜日、日曜日にございまして、沖縄国際大学の学園祭ですね。初日土曜日、えー、なんとありがたいことに僕、MC を当日させていただくことになりました。<laughs> 嬉しい。沖国際自体は結構関わり強くて、えっと、まあ、自分たちで <laughs>、 失礼します、あのー、自分たちで出店としてお笑いライブをやったりだとかい日ちいち10捨てとかいかれたスケジュールでやってましたけど、えー、やったりだとかねあ,あとは MC もちょろちょろっとさせてもらったりだとか。 えー、いうのがありますねで今回は僕と湊さんで初日、演習をさせていただきまして、2日目は凸ココっということですねあ。楽しみですね。あ、あのーまあ、深掘りはできないですけど、あのー、お,お帰国と、ちょっと揉めたときって、キャンサーいらっしゃいましたっけお帰国と。 僕ら、ちょっと、ぐちゃぐちゃってなったと思っ<あ>てます。カバルの時はあ、なのかなそうだ、そうだ、そうだ。あ、キャンさん、なんかたまたまいなかったんだ。すごい揉めたんですけどね。ありがたいことに、今回また声をかけていただきまして。あダメダメあ本当に、本当にもう頑張ります。めちゃくちゃ盛り上げられるように、なんか楽しめるように頑張ります。今週土曜日、日曜日です。えー、朝の10時からだいたい8時とか。 ぐらいまでかなあのー、やる予定となっております。で、まだね、ちょっとコロナの影響下がありまして、人数制限がございます。ご来場される方は、沖縄国際大学の学園祭の、えー、公式ホームページ、SNS とかのリンクに貼ってある、えー、予約フォームっていうのがあるみたいで、えー、こちらから予約しないと、えー、当日入場ができないという、えー、ことになってます。 えー、まあ入場は無料なんですけども予約がね、あの必要っていう、ちょっと一個だけ手間ではあるんですけども、えー、ぜひぜひ遊びに来ていただきたい。で、沖国生の皆さんにも、高知さん呼んでよかったわって、えー、思っていただけるように、この FM 技能はちちちラジオを聞いている皆さんのお力が必要です。えー、当日来ていただいて、で、もう僕の MC をもう桜かのように、すげえ !MC すげえ、うめー うわすげえ回してるすげえっていうふうに、アホなふりしていただけるとすごい助かりますどうですかアホ募集中ですけども。ええ土曜日、日曜日。どうせだったら日曜日もね、アホなふりしてデコボコの、すげえ美味しいすげえすげえ突っ込んでるすげえすげえすげえめっちゃ紹介してるすげえって、えアホなふりしてね。 ええー、やってくれれば、あの、お帰国生たちにも、うわ、FEC のお客さんって、変な人がいっぱいいるんだ。来年からは、オリジンにお願いしようってなる、な、なってもいいかここまで盛り上げたら。<laughs> いや、<笑><笑>えー、なっちゃんさん、元お帰国生行っても浮お帰国生だったんだ、なっちゃんさん。全然大丈夫でしょ。 全然、だって、あの、大人の方も結構多いですからね。えー、中ちゃん MC うまいよ。あ、そうですかね。僕一人だとあんまり上手なイメージはないですけど、やっぱ二人ぐらいがちょうどいいですね。まあでも頼れる、えー、みさんがね、隣にいらっしゃいますから、もうのびのびと MC をさせていただこうかなと思っております。で、スペシャルアーティスト、まあ、あの、結構ね、あの、アーティストとか出展とかも豪華なんですけども、個人的に目白押しな、 アーティストが、あの、いらっしゃいまして、えー、平川美香さん。えー、何度かお、おしゃべりしたことがあるんですけども。まあ、面白い。沖縄のアーティストってなんであんなに面白いんだろう。一回 NSC 入ってたんじゃないかなっていうぐらい、皆さん面白いですよね。え木、ー、山商店さんしかり、平川美香さん。まあ、それこそ HY の中曽根泉さんもめちゃくちゃ、 ライブの MC 面白いですからね。ああ、えー、もう何、もう一番面白いのはやっぱりもう、えー、ポニーールリボンズのゆいちんさんとかね。えー、めちゃくちゃ面白いじゃないですか。あと、麦かっこ猫さんとか。超面白いですけど。その平川美香さんが、えー、アーティストでライブをしてくれると。で、えー、一番のビッグアーティストは、エウイチさん。女性ラッパーの。 フィメールラッパーというんですかね、あの最近でだと、フィメールラッパーのエイウィッチさん、もう武道館とかでね、ガンガン最前線で内地を、フロアを沸かしまくっている、あのエイウィッチさんが来てくれるみたいで、楽超楽しみ、これ、ただで見れるって、そ,そこそこえぐいっすよね、ああ、りとか、これのすごい気持ち悪い替え歌をするんでね <laughs>、えー。聞いたことあります <laughs> ないうん、ちょっとあんまりラジオ上ではふさわしくないかもしれないですけどちょっと僕があのフェラーされかけた話と通ずるようななんか替え歌を <laughs> それは置いといてエイ <laughs> さんが来てくれると <laughs> <laughs> ちょっともうやめてよやめてよじゃないか俺から勝手に急に脱線してったんだからこれはしょうがないんですけどエイさんが来てくれるんですよエイさん普通に僕楽曲も好きででーあの僕1個 一回だけね、テレビで共演したことあるんですよね。エイウィッチさん。ああ、だった。覚えてます覚えて,覚えてるっていうか、よく知ってますね。そう<た>よく知ってますね。見た見た。見たあれ、何年前ですかマジ6年前とか、それぐらいのレベルですよね。4年とかじゃんあ、そんなもん。一応、でも、あれって k y デンジャラスの時なんで。<し>えぇ、ー。4年意外とそんなもん。 あでも、なんかもう解散する直前ぐらいだったのかなじゃあ4年前とか5年前なのかな、うん、45年前にちょろちょろっと、あのー、テレビで共演させていただいてその時からちょっと、あのー、その時はあんまり知らなかったんですけど。 時を得て、普通に英一さんにはまって楽曲も聴いてますので、まあ、ちょっと裏でおしゃべりができつつ、えー、ライブとか楽しめたらいいなぁと思ってますね。それが今週土曜日、えー、10時からだいたい7時半、8時前ぐらいまで、えー、ありますね。で、今週土曜日はですね、もうイベントごと目白押しですよ。超豪華ですよ。えー、11月26日、まずは沖国、沖縄国際大学の、えー、文化祭。 <laughs> があると。で、夜からはですね、えー、先ほど紹介しました、えー、つぶや演劇場、重ねで、僕の飲み友達、そしてフェラ友達でおなじみの、ゴリラコーポレーションさんの単独ライブがあります。これが7時からだったかな ?8 時だった かなちょっと時間忘れちゃっただから僕ちょっとどうしても行けないんですよねえー、うん、ウィッチさんとるかゴリラさんとるかうんまあそもそも天秤にかけられないっちゃかけられないんですけどね <laughs> えー、まあ、ゴリラさんの単独ライブこれ行きたかったーいやあキョンさんゴリラさんの単独行く前に、はい、夕方16時から、はい、琉球ドラゴンプロレスの天物であるのでおおー 土曜日、いかついですね。ぜひ、ぜひそちらも見て。はいはいはい。近い、もう裏の方ですからね。はい。うん。じゃあ、午前中とか日中はまあ、お帰国行って。で、夕方ぐらい、まあ、4時には天仏行って、琉球ドラゴンプロレスを見て。で、7時か8時ぐらいには、ゴリラさんの単独を見に行くと。すごい豪華なね、土曜日ですね。あと1個ね。 この11月26日は、沖縄国際大学ゴリラコーポレーションさんの単独ライブ、琉球ドラゴンプロレスの興行を差し置いてですね、めちゃくちゃビッグイベントがあります。こちら11月26日はですね、あの、付着帰りこと、デコボコトラベリング帰りの25歳の誕生日になります。あの男が、ついに、 25歳になりますみんなで盛大に応援しましょう帰りちんおめでとうちょっと早めのおめでとう <laughs> えー、めでたいですねあのー、まあもう言うて11月も末ですけども、えー、来月には、えーまあ、O1 グランプリもありますけども m 1グランプリもありますけどもまたね別の 大きな大会が始まりますね。それは、僕、中地、ピン芸人として活動している以上、えー、避けては通れない。R1 グランプリが、えー、予選がもう本当にね、年末から年始にかけて1回戦が始まるんですよ。で、まぁ、あ、ユニットを組んでるとはいえ、メインの活動がピン芸人の僕、去年出ようとして出れなかったんで、今年はもう、 どうしても出ようということだったんですよ。で、今年は、金ぴらごぼうさんとか、デコボコとかと大阪だったり、東京だったり、いろいろな内地の大会にも応募することが多い中で、R1 グランプリ僕出ますと。<laughs> で、R1 グランプリ、もし出るよという方いたらえ、ぜひ一緒に出ましょうと、あの、声をかけたんですね。で、も、まあ、みんなタイミング合えば行こうかな、みたいなことを、まあ、あの、お返事を言ってた,ってたわけですよ。ただね、やっぱりね、別にンピラさんもデコボコもそれぞれね、別にピンで活動してるわけではない。ピンネタもないし、出る。 意味があんまりないいっていうねわざわざ高いお金かけて内地に行くメリットがないっていうことで改めてね誘ったらねやっぱりみんなまあその年末年始忙しい時期ですからその時期にわざわざ高いお金を払いに行ってふだんやっていないピンネタを披露するっていうのはちょっと腰が引けてるっていうことで結構ね辛い対応してまされてまして。 だけど、まあ、今回はいいかな、とか。結構ノリノリだった、リョートとかにも、あのー、結構、思ったより高くない金額でいけるから、どうって言ってたっけうーん、ま、あ俺もいいかな、あ、リョトだったら行ってくれそうだったな、と思ってたけど、リョト行かないか、森光さんもあんまり、大河さんもあんまりだし、なんか、オリジンの鉄筋ビビンバっていう、俺ら、僕よりも年下のやつがいるんですけど、そいつに声かけてみたんですけど、そいつらもなんか、うん、どんなつすかね、みたいな感じだったんですけどね。 唯一一人2つ返事で「ううあうあうだって行くって言ったじゃんあ行く行く行くうんえだって大阪東京の時行くって約束したじゃん行くよ」って言ってくれた男が何を隠そう11月26日に25歳を迎えるデコボコトラベリング帰りくんですあいつはかっこいい。 なので、年末年始に、俺、帰りと二人で、と、大阪か東京行って、R1 <laughs> グランプリを受けてくるっていう <laughs>。いや、俺はいいよ、やっぱり。ふと考えてみたら、帰りが受ける意味がないっていうか。まあ僕もそうですけど、帰りも金ねえのにさ、僕が受けるメリットあるじゃないですか。やっぱピン芸人なの。 ねうん、帰りは、なぜにって、ちょっと誘ってみたあれですけど。<laughs> まあまあ、でも、一緒に受けてくれる人が一人でも二人でも身内からいれば、あの、心強いに越したことはないので、本当にありがたいんですけども。まあ、こっからはちょっと、R1 に向けての、 えー、ちょっとネタ作りだったり、ネタ調整もしつつね、えー、できたらいいなと思っております。えー、こちらもね、なんかいろいろ詳細決まりましたら、なんか皆さんに共有して、大阪住んでる方とかもね、あの、聞いていただいてますので。で、あと東京だったら埼玉のゴーさんとかもいらっしゃいますか。まあ、埼玉は埼玉なんですけどね。えー、なんかうまく、あの、このラジオ上で、あの、絡んでいただいてる皆さんとかね、またお会いできたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、今週金曜日はあれがありますね。O1 グランプリの、 えー、準決勝進出者発表。<laughs> 今週金曜日ですね。えー、O1 グランプリ僕は中千曽根で今回エントリーしましたけども。えー、どうなるんでしょうかね。ん、なんかいけるような気も5割。えさすがに厳しいかなと思ってる気持ちも5割。なんか、なんか不思議な感覚ですね。うん、まあ、ぜひ、 っ、えー、っててしいなっていなう通っててほしいなっていう気持ちはやまやまなんですけども,もうこの辺はねもう本当わからないですから、えー、どうなるんでしょうかおう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 まあでもうーんいやー年始1月2日あそこでネタできたら最高だろうなーうーんペーターさん5000円 .com は要相談このコメントを機にあの あのー、コメントが止まってるの、ちょっとやめて、誰か、あの、あの、たわいもないコメントで埋めて、と思ったら、ペーターさん、また新たにコメントをしていただきました。www. えぇ、ち、ちちちドットショップ、絶賛売り出し中。何を俺のフェラ許可権を売るかなんちゅうサイトよ、それ。うん。1万だったらだ。 うんまあ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 、そんな機会はね、えー、めったにないですし、皆さんもね、あの、急に街中で声かけてくる人、あの、ろくなやつはいないですので、えー、ぜひ気をつけていただければと思います。 はい。えー、今週もね、あのー、まあ、フェラの話だったり、クンニの話だったり、えー、変な話ばっかりでね、ほんとごめんなさい。えー、ほ本当にね、申し訳ないです。ちゃんとね、あのー、女子大生のアスカちゃんは、えー、フェラの話が出た以降ですね、あの、一切浮上することがなくなってしまいました。ごめんなさい、アスカちゃんもしっかり、ちょっと下ネタが苦手な方。え、アギジャビリョウもコメントしていただいてます。ありがとう。 ビリ北海道のね学生さんですけどもさすがフェラの話でもどっか行っちゃったかな申し訳ないですすいませんはいえ達、ー、也さんもこんな遅い時間まで皆さんありがとうございましたはい平日ですけどもね毎度こんな時間までコメントありがとうございます明日11月23日はええー、でここと えー、わさびさんがやっている定期ライブ、えー、バチバチがあります。こちら、スペシャル版ということで、なんと大自然さんが、えー、ゲストに出てきていただきまして、MC になんとあの長浜宏樹さんでが、えー、MC。 マスターオブセレモニーをするというね、超豪華バージョンとなっておりますので、えー、ぜひ遊びに行ける方、ぜひぜひ遊びに行ってください。なんかだ、だ、誰目線で告知してバーってなりますけどもね。まあまあ、仲間のライブではありますので、えー、まだ、まだ前売り間に合うのかなどうなんでしょうかあと配信もあるみたいですので、えー、遠方の方はぜひ配信チケットを買って楽しんでいただければと思います。すごいですねぜひよろしくお願いします。中地でした ありがとうございましたえビ、ー、オトモさん中地が出ないバチバチは パパチパチでしかない褒め言葉なんですか、ちょっと威力が弱まった的な、んどうなんだろう、別に俺、凸ことわさびとバチバチする立ち位置じゃないですからね、円滑にバチバチしていくように進行するっていう立ち位置なので、それがもっと言えば、えー、日置さんに上位互換されるっていうので、もっともう、どっかんどっかになるんじゃないですか、ど、う、っ、ん、パちどっパちになるんじゃないですか。分からないですけど お酒癖が悪いっていう理由でデコぼコに嫌われてるっていう意味じゃないですか <laughs> 本当にねちょっとお酒飲んだらちょっとあのバチバチしちゃいますけどね、えー、今週ありがとうございましたということで、えー、終了したいと思いますこの時間上地でも下地でもない中地がお届けしましたありがとうございました